んばんは。夕方最新ユースポーツです。今日はサッカー J リーグです。日曜日に4年ぶりの J1 復帰を決めたセレッソ大阪、その昇格を陰で支え続けたのはかつてのチームメイトの思いを引き継いで今年古巣に復帰したあるベテラン選手でした。11月8日、4シーズンぶりに J1 復帰を決めたセレッソ大阪、そこにはベテランフォワード西澤明憲の姿があった。彼がこの1年間ずっと誓い続けた思い。西澤明憲は1995年セレッソに入団、以来セレッソのエースとして活躍した。当時チームを共に支えたミスターセレッソこと森島博明との絶妙なコンビでチームを勝利に導いてきた。また2002年の日韓ワールドカップでも森島と日本代表として活躍した。J リーグ有数の強豪チームに成長し、2000年、そして2005年には優勝争いを演じた。しかし2006年、チームは J2 へ降格。西澤は清水へ移籍した。去年、ミスターセレッソが引退を表明した。実は森島はある思いを果たせないまま引退した。それはチームの J1 復帰。右足首に持病を抱える西澤は1年前に手術。それでも満足にプレーすることは到底できない。引退も考えた西澤だったが、森島の思いを受けてセレッソへ復帰を決めた。まああと頼む的なことを言われたんですけど、そんなあんたの代わりはできないよと。でもまあ俺としてもやっぱ J2 に落とした時にね、やっぱ主力で戦ってたわけだし、まあ森下とは違った自分のやり方でやっぱチームを J1 に昇格させて、で J1 で戦えるようなチームにするっていうのがまあ今年の個人的な目標なんで。西澤は今シーズン練習中は積極的に若い選手に声をかけ、進んで先頭に立ち続けた。それはあの森島が続けてきたことでもあった。若いチームに彼はどのように映っていたのか。今までセレッソを背負ってきて代表でも活躍してきて、でやっぱりそういう意味では本当に明さんの存在はプレーでもすごい、影響はあるし、言葉もすごい影響あるんで、みんなが明さんをやっぱり頼ってると思うんですね。4シーズンぶりの J1 復帰へ、この試合も西澤はベンチからのスタート。5対0とセレッソがリードした後半26分、西澤はピッチに立つ。右足首は全力疾走ができない状態。それでも痛みに耐えて走り続けた。そして J1 へ昇格した安心感、すでに限界を迎えた右足首、思わず出てしまった引退宣言だった。セレッソは好きですね。セレッソも好きですし、大阪も大好きです。はい、まあ、本当に愛すべきチームなのかなっていうところはあります。森島がやり遂げられなかった思い、それを託された西澤は体がボロボロになるまで走り続けて叶えた。
思いのほかさらっとした引き際が本当にこれ西澤選手らしいなっていうのが印象なんですけども、本当ならば J1 優勝まで現役にこだわり続けてほしかったなっていうのが私の本音です。長い間どうもお疲れ様でした。この西澤選手なんですが、今後は右足首を手術して、その後は移籍や契約等に関わる選手代理人を目指すということです。はい、以上 U スポーツでした。さてアメリカ